火山一直線。来ましたね。しかしすでにこの地は毘沙門天の手の上。上杉全軍包み込みなさい。いつの間にやら囲まれております。恐るべし軍神、キリシが我が者として操るか。あるいはこのもやこそそなたたちの魔導。この雪村もはやまとわず、俺が突破口を開く。続けよ皆の者。関門を越えた私にもはやためらいない。皆の者、我が宝具となりとかささぎを撃て。剣心様、あなた様と共に荒れるだけで私は。さあ左右の陣を突き捨てよう。俺らを落とされればハサミを打たれるのみぞ。あんたは間違いなく武田の誉れさ、大将。足利軍隊と呼んでくれるな。我ら美麗なる上杉軍ぞ。誰が呼んだか。いや、呼ばれずとも俺は来る。眠れし無敵、直江兼継ぐ三十王。とにかく目立つ、絶対目立って主人公。まだ助かる、急ぎ救い出すんだ。やった俺は目立った。ん、今誰かいなかったか。頼りねえけど頼ってほしいんです、俺たちを。雲の巣のごとくさえにここを通すわけにはいかんのだ。お前には軍神の息が宿っています。お任せを。俺には皆がいてくれる、故に負けぬ。皆の者、宝刀となる。霧に紛れる影、敵を惑わせるのです。安定不動、乱れに動く。断言しよう、この世で最も高潔なるは剣心様と。兵たちはよく動いている。直江以外は我が軍を阻むものなんてありますね。まことに強きとはこういうものか。あと数箇所ほど陣を築いておくべきでした。今日はいい、弱は今日より少数。油断するまじ。来た、風林火山を次へと導きし者よ。剣心様、あなた様の震われる宝具の中に私。無論美しい毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。あの方のお心打ちが私などに分かるものか。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。雪村様を親方様と呼ぶ日もいつか来るだろうよ。私など最良の宝具と語ってくださった、その思いに応えるため貴様を倒す。
六門戦松代まで語り継げ。皆の者、毘沙門天のご加護ある。舞う生き残った御だれ、お前の戦見届けましたよ。六門戦が御旗のもと、どこまでもお供します。武田の俺たちの誉れた雪村様は、若き虎の心見届けましてございまする。あの方にとってみれば将も造業も大差あるまい。また終わらない。よし、忍び殿、今は夢見心地ではおられぬようだな。その身に震えを宿すことは恥ではあります。大将、ちょいと出過ぎじゃねえか。いや、ここは俺が出なければ。援護を頼む、サスケ。なぜ目を閉じている。バカにしているのか、貴様。これも修練の一つなり。気高く舞え、美しき剣よ。はい、無事よ、我が一族をどうかお頼み申し上げる。行くぞ、敵軍に向ける一矢となるまで。戻りなさい、美しき私の方。ひとやかにめでられることもまた、そなたの務めです。承知いたしました、ケンシン様。どうかご分を。必ず無事に戻り、この私を。おお、はずだ。我らは迷いに打ち勝ったのだ。この日の元に幾度となく繰り返されし剪定の儀、いざ問わん、そなたは誠の主なりよ。乗り越えし者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い、そなたが虎の魂をしかと受け継い、私は嬉しく思います。この雪村、光栄の至り。それがしは一人にあらず、無数の炎と共にある。まだ落ちる、我に天にあら。悟さずにはいられぬ。おそらくそれがあの方だよ。真田が見旗六門戦見知りおけ。
変わる。親方様の教えを心に、己の風林火山を得る。天下一の強者になってみせますぞ。うわ